番後ろのやつからいきましょう。はい、一番後ろのやつからマイク。どうぞ。はい、じゃあ前に出てください。あのこの5人から、はい、この列5人、どうぞ、はい、はい、まあ順番適当でいいです、はい、まあ、あの自分のお題をまずみんなに分かってどういうことを掴んだかって話です。調べたことです。はい、調べたことです。はい、そうです。え、ここは使う？ここは使う？ここは何でしょうか？景色に。地上にいるんですけど、夏は地上が暑いじゃないですか、はい、
上昇気流がによって、落ちてきた水の粒がこう上に落ち戻される。それで落ちてきた氷の粒と合体することで、だんだん大きくなっていく。なるほど、雪だらけになっていく。なるほど、素晴らしいです。数値化するため
象観測でも予想して気温を測定する前に自分で予想して、うん、それが実験結果とどれくらい下がれてるかっていうのを考えました。そしたら気温は体感で感じたのは結構高くて、うん、で実際のやつと 2,3 度下がって、うん、もうそれだけでも差があるから。なるほど。あ、その時のテンションかな。体感によってやっぱ上がるさって思う。はいはい、あるでしょうね。だから自分の体感した天気と、うん、天気予報は、うん、まあ、全く別物だって思う。なるほど。だからいい水だったんですか。そうです。はい、あまり考えないで、なるほどね、いいんじゃないかって思いました。はい、ありがとうございます。またペースとか言ってください。はい、ありがとうございます。明るくて何なのかみたいなところが、そもそもね、ふわっとしてたりするんですね。はい、次の方。じゃあ、2列目の前はい、いいよ、やらない。あ、こもねえだろ。クオリティが下がる。いやいや、僕は埼玉県の春日部高校っていうとこが出身なんですけど、はいはい、で、まあ、で、まあ、これ地面で、はい、ここに高校があったとして、はい、で、なんか雲が、うん、なんかこの間ここの上だけが空いてて、はい、空いてたり、ここに固まったりして、はあはあ、たまに雷が鳴ったりして、で、これがどんどん遠いっていくと、うん、まあ、こっちの方ではこの雲が飛び出てして、なんかこういう状況ってなって、なんかここの上だけなんかいろんなことになって、なんでだろうと思って、はあはあ、いろいろなコメントさせていただいたんですけど。はい、結構調べてたんですが、うん、なんかこれだけなんか理由みたいなのがなくて、はい、で唯一、うん、理由っぽいのを挙げるとしたら、はい、まあ、春日部高校ってなんか誰もいない部屋でも20度の冷房がガンガンについてたり、とにかくなんか使用だと考えられる使用できるのが、はいはい、使用できるのが圧倒的になんか、なるほど、実質圏内に1位で、まあ、それの影響までなんか質問をなんか用意したりしてるのかなっていうのを、なるほど、はい、はい、なるほど、はい、でもまだ謎をつけないですね。はい、ありがとうございます。
山にぶつかって、はい、山のここでバーンって行くわけですよ、はいはい、もう怖いじゃないですか、これで、まあでも、まあ、自分も一応、まあ、調べる時間で、はい、当てていただいたので、はい、調べました。そしたら、きっと、まあ、こう横で戻していいんですけど、初心地、初心地の方に、ね、はい、で、自分がパレルランドっていう、はい、そのあのウェブ上のページで、はい、盆地は雪が少ないんですよ。真逆じゃないですか、自分が住んでるところ、一面の雪が、はい、でも、パレルランドは雪が全然降らない、怖いですよ、まあ、なんでこれ、でも、パレルランドとか、風が吹いて、ないってやつ、パレルランドでは、風が吹いて、あっちで、山地で、湿った空気が、はい、あと、こうやって、あったりして、うん、山地から乾いてきた、乾いた空気が吹いてくるから、盆地では。雪あの雨とか雪の強い、はい、なるほど、そういう状態を想定したんですよね。ですよね。で、これ嘘じゃないかと、うん、考えてないんですよ、うん、出たんですよ、それ本当の話でしょ。はい、それ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 だよ。だったり七連を入れたりする、はい、なんかそれなんですけど、こうやって
てんじゃねえよ。会社は極性だよ、極性ということで、今日のデルタマイナス、デルタプラス、デルタプラスとかっていうふうに、極性分子だから、はい、ここでイオンになったやつに、吸い寄せられるようにして、こういうのが過剰になって、水蒸気が集まって、雲ができるみたいな、っていう一応原理が実施してあるんですけど、はい、でも地震だけじゃなくて、いろんな今あったりする、なんかパソコンとかいろいろそういう電子機器も発達してるから、電磁波、電磁波を放つものっていうのが至るところにあるから、そんなのだと、ちょっと緩いかなんか甘い、ね、甘い説でしかなくて、はい、実際にも気象庁とかでも、まあ、地震が持っているのが起こるとしても、知らない程度のものだとしか言われてないです。はい、なるほど。でも、なんかツイッターとかで、なんか大きい、なんか UFO の形みたいな雲があったあとに地震が起きたとか、そういうふうにあるのは、なんでですかって考えたときに、たまたま地震の、大きい地震が来る前に、得意な形の変な雲とかを見つけちゃって、それで起こったら地震雲だったって言ったんですけど、起きなかったらみんな忘れちゃうみたいな。なんかそういう人間の人差が起こってて、そこを精査して答える、はい、自分で考えることが大切なんじゃないかなと思いました。いや、深い、ありがとうございます。
の条件は気圧配置が梅雨型ってことと、あと曇りとか雨が長く続くってこと、あと日照時間が少ないってことと、季節感があるってことらしいんですけども、はい、でその梅雨型の気圧配置っていうのが、まあ、いわゆる梅雨前線になんか、はい、こういうやつですね、はい、台風って低気圧なんで、上昇気流が
が運動エネルギーになって、まあ、体育がどんどん発達して動きます。なるほど。熱が注文なんですね。なるほど。はい、ありがとうございます。結構高度なんですね。はい、ちょっと科学するっていうのは
あーへー、場所ってなんか、うん、人の心に関わってくるってことだと思う。おー、なるほど。昔の映画の小説とかで、うん、主人公の気持ちとかは、はい、なんか天気が悪いなとか、いいなとか、すごい気持ちと絡んでくるって。だから、なんか君の好きなバルとか何かなって聞いた時に、はい、こういう雲が好きなんだって言ったら、はい、この人はこういうのが好きなのかなっていう予測ができたり。あ、そっちを、ね、おしゃがってもいいね。そういうのがなんか自分的には好きなんです。なるほど。いはい、ありがとうございます。いいですね。はい、次どうぞ。どうぞ行こう。ちょっと時間を。はい、どうぞ。まず、次は前日と当日と、それから明日以降も
1日で決めてるじゃなくて1週間ぐらいで幅を取って決めてるってことですね。はい、ありがとうございます。山はないよね、単純に。はい、以上です。はい、お疲れ様です。
なるほど。はい。あ、すっきりだ。はい。
高いところにあるのかって話です。なるほど。はい。
にすると、公園実行部して、はい、それぞれのブロックが、はい、これ透明積じゃないんですけど、透明積で、うん、それぞれが構成確率が 10% であるように実行部したとすると、うんうん、まあ、この場合はあれなんですけど、100ブロックになったとしたら1回の、その予報で100回予報したということに考えることができて、そうすると、そのうちさっきの定義からすると10回は雨が降るということなんで、これはまあその10分の1なので、そのうち1ブロックでは雨が降るというふうに考えることができます。そうすると全体が雨の結果的にそのうち 10% 面積の 10% で雨が降っているんじゃないかっていうふうに考えることができるんですが、はい、もしここで強い風が吹いたりして、うん、雲がもうそれほどもどっか飛ばされてしまったとしたら、はい、完全にその地域は、はい、雨が降らないっていうことになりますが、はい、そうしたら、最初の考え方ではその予報が 10% 出たら 10% の面積が降るってことになっています、うん、定義で言えば100回ですと90回の方に降らしたらなというふうで終わると思うんですが、うん、こっちの場合だとなんかその考え方がずれてる、結果としては、うん、まあ、どっちが正しいのかよくわからないなるほど、はい、はい、そういうことです。はい、ありがとうございます。はい、いいです。はい、あと1分ずつで次行きましょう。はい、私は日系が全然好きなので、日系について調べてみたいと、宇宙の影とかで分かってないと思うんですけど、こちらは、太陽光線の結果で、その中にいろんな星を持つ呼びかけとかあると思います。はい、あと2人。
風が吹いたとしたら、はい、晴れたところまで飛ばされてきちゃったりする。なるほど。これがまあ天気雨が起きる一つの理由です。はあ、ってもう一つの理由が、うん、この10分の間に、はい、雲が流されるか消えちゃうかするわけです。雨が降っていても上に上がる。いいですね。動きが素晴らしい。はい、はい。はあはあ、これ空です、はあはあ、で例えばここが雨雲だったら割と普通の雨です、うんうん、で立ってですけど例えばこれが雨雲だったら、うん、例えばここに太陽見えちゃったりするなるほどそうすると天気雨になっちゃうなるほどところがですね、はいはい、天気雨こんな科学的に考えても面白くないわけですはいはい太陽が見えてる関係に虹が見えちゃったりするわけですけど、はいはい、何でも我慢できちゃうんですよありがとうございます。いや素晴らしいよ。はい。はい、最後に行きましょう。はい、でそこからそこに伝えていったのは、まあ、100人つながってる。